はい、皆さんこんにちは。物販講師の黒沢です。今回は Vlog 風に近所で撮影した映像を交えながら、後半の楽器演奏動画まで少し関連したトピックを話しさせていただきたいと思います。特に二十歳前後の頃、自分はミュージシャン、ベーシストになりたくってお仕事いただいて一生懸命精進してたつもりなんですけれども、怖くてやめちゃったんですよね。怖いっていうのは、そのステージ上で本番中、お仕事中に一音でも間違えたら、それって大失敗の世界だからだったんですよ。と同時に、ミュージシャンをやっていると周りに当然ミュージシャンの方は多いんですが、なんでこれだけ上手いのにみんなお金ないのかなっていうことも疑問に思ってました。今思えば、ミュージシャンとしてのクリエイティビティ、想像力とビジネスのそれは全然違うよっていうだけの話なんですが、結果的にネット物販の世界に今は落ち着いていて、本当にここに来てよかったなっていうふうに思ってます。だから講師やってるっていう側面もあるんですが、このネット物販、海外物販の世界は失敗してもいい世界なんですよ。本番、要するに商品を出してから何度も失敗して大丈夫です。10商品出して、そのうち9商品があまり売れなかったとしても、残り1商品を展開していけば、二次関数的に、乗数的に収益伸ばしていくことができるからなんですね。たくさん失敗しているのに、90% 失敗し続けているのに、前向きに楽しく進めて、かつ収益にもつながる、この世界は素敵だなと思っているという話でした。というわけで、とはいえ未だに楽器演奏は好きなので、最近ポロポロ演奏している動画っていうのを詰め合わせでこの後お届けさせていただきます。よろしければお聞きいただければ幸甚です。ご清聴ありがとうございました。